はい、ガレージ友吉です。今日はね、ユーラスの、この R34 スカイラインですねを、まあ部品とかね、内装のちょっと昨日ね、まあ色を拭いたりとか、まあ塗ったりとかしてましたけど、色分けですね、メタリックレッドとでクリアレッドとかあって、塗ったりは、色分けしたりとかってしてたんですが、ちょっとね、ブサイクっていうか色的にちょっとあれかなと思って、もう一度ねこの部品、中の内装の部品を全部外して、まあロールバーはねもうちょっと外せなかったんで、その無理やり外したら折れたりとかするんで、ちょっと、また薄くね色を、昨日の色をね削って、でスプレーで、缶スプレーでねピンクに塗ってみました。内装ねピンクです。はい、今ちょっとボディとね、ちょっと合体してるんですが、仮で合体してます。はい、まあ言うたらね、このここのね、今もう乾いてるんですが、ここの色と一緒です。まあピンクですね。はい、であとは、このまあ全体にはピンクなんですが、このロールバーですね、ロールバーはメタリックレッドにしてます。で、あとね、このバケットシートはとね、このグレーバイオレットっていうやつを塗ってまして、で、あとはね、このね、サイドブレーキの持つ手持つとこと、で、ミッションのね、手持つとこがピンク色に吹きました。はい、こんな感じです。内装もこんな感じですね。で、このダッシュボードのとこはね、このパールライトレッドっていう、このボディと一緒の色なんですが、ハンドルはメタリックレッドに塗ってます。はい。それは全部色分けしました。はい。で、昨日も報告しましたが、このホイールもね、パールライトレッドに塗ってます。で、今日は、窓枠を黒色っていうかね、もう黒鉄色ですね。はい。窓枠は黒鉄色に塗って、まあこんな感じですね。後ろもこんな感じに。で、あと部品ですね。ちょこちょこと。テールと、で、ヘッドライトと、はつけてます。で、あとは明日とかは、まあ、このガラス面ですね。を、ここへ、つけて、で、筋彫りとかも、このね、ドアの男らの筋彫りをしていきたいと思います。ね、ボンネットとかトランクとかね。はい。で、あとはまあ、それができて、墨入れをしたら、この、ドアバイザーとか、で、このバックミラーとかね、をつけて、行きます。はい。
で、ルームミラーもピンクに塗ってます。はい、まあこんな感じで、で今日はね、同時進行をしようかなって思ったんですけど、ハローですね、ガンプラのハローは、ちょっとボコボコになんか色になってたんで、今削って、置いてる状態です。はい、まあ明日以降に、またピンクのね色をスプレーで拭いて、で乾かしてからちょっと組み立てれたらなと考えてます。はい、こちらもね、R34 のスカイラインも、着々と復活させていってますんで、また明日以降も見てくれたら嬉しいと思います。それでは今日はこの辺りで終わらせてもらいます。ガレージ友吉でした。お疲れ様でした。バイバーイ。